皆さんこんにちは、永井です。今回は〇〇の人は期限後申告で得をする、そういったテーマでお伝えしていきたいと思います。気づいたら確定申告書の提出期限が過ぎていた、まあ今年は確定申告しなくていいか、そんなあなた、確定申告をしないことによって損をしているかもしれません。この動画を見ることによって期限後でも確定申告をすることによって得するのはどういう場合か理解することができます。重要な情報を厳選してお伝えしますので、ぜひ最後までご視聴いただけると嬉しいです。今回の内容はこちら。まず期限後申告の場合のペナルティ、ここから確認していただきたいと思います。そして期限後申告でも影響を受けないのはこういう人ですよというのを解説したいと思います。そして期限後申告で得をするケースというのはどういう場合か解説したいと思います。そして最後に期限後申告における注意点を解説したいと思います。このチャンネルでは税金のことなどがよくわからないなと思っているあなたに役立つ情報を配信しています。見逃さないようにぜひ今のうちにチャンネル登録をお願いします。まず期限後申告のペナルティなんですけども、期限後申告を行った場合にですね、あなたが本来納税しなければいけない税額にプラスで払わなければいけない税金が発生する可能性があるんですね。2種類あるんですけども、まず延滞税というものですね。これは本来納めるべき税金を期限に納めないことによる遅延利息のようなものですね。遅れたことに対するペナルティということになります。そしてこれは利息的な意味合いがあるので、年率何パーセントというふうに決まっております。つまりあなたが本来納税すべき金額かける延滞税の税率かけることのですね、365日分の遅れた日、それを延滞税として納税する必要があるということになっております。具体的な税率は納期限の翌日から2ヶ月以内は年率 2.5%、まあ、比較的低いんですけども、それを超えてしまった場合は年率 8.8% ということになっております。この税率というのは基準金利によって毎年変わるんですけども、令和3年はこのような税率になっております。そして重いのがですね、無申告加算税という税金なんですね。これは期限後申告の場合に原則として課税されるということになっております。あなたが本来納めなければならない税金かけるこちらの税率ですね、納付しないといけないということになっております。まずあなたが税務署から言われる前にですね、自主的に申告した場合ですね、その場合はあなたが納めるべき税金かける 5%、 これが無申告加算税として課されるということになっております。一方で税務調査の通知後ですね、あなたが期限後申告をして納税した場合、その場合にはですね、50万円以内の部分はですね 10% もしくは 15% で済むんですけども、50万円超の部分はですね、重くなってですね 15% または 20% の無申告加算税を納付しなければならないということになっております。ちなみに期限後申告の場合ですね、仮想または隠蔽があった場合、つまり脱税があった場合は 40% から 50% の重加算税が課されることがあるので、こうなってしまうと非常に重いですよね。脱税を考えているという人はほとんどいらっしゃらないかもしれないんですけども、脱税をしてそれが税務署に見つかってしまった場合は最悪ですね、このような高い税率によるペナルティが課せられるということになっております。ちなみに無申告加算税は免除される場合もあります、いくつか条件があるんですけども、期限後申告の場合でもですね、本来の申告期限から1ヶ月以内に自主的に期限後申告が行われていると、そういった場合ですね、遅れたとしても、長期間遅れたわけじゃないですよといった場合ですね、かつ期限内申告をする意思があったと認められる一定の場合に該当するということですね。具体的には納付すべき税額の全額をですね、法定納期限までに納付していること、さらに過去5年以内にですね、無申告加算税ですとか重加算税を課されたことがなく、かつ基本的には期限内で申告を行っている場合ということになっております。以上が追加で支払わなければならない税金についてなんですけども、青色申告を行っている方はですね、本来特別控除55万円もしくは電子申告等を行っていたら65万円控除を受けることができるんですけども、その控除が期限後申告をすることによって10万円になってしまいますよと、そういったペナルティがあります。これは青色申告を行っている方限定のペナルティということになっております。以上がですね、主なペナルティなんですけども、参考までにですね、法人の場合ですが2期連続してですね期限後申告となった場合は
青色申告が取り消されることとなりますので、十分に注意していただければというふうに思います。青色申告がですね取り消された場合は、その取り消しの通知から1年間はですね、再度青色申告承認申請書を提出することができないので、最低3年間は白色申告続いてしまうので、十分気をつけていただければというふうに思っております。まあ、個人事業主の場合はですね、そのような直接的な規定はないので、その辺はですね若干個人事業主の方が緩いということになっております。以上を踏まえてですね、期限後申告によった場合でも影響を受けない人というのが理解できるんですね。まあ、つまり延滞税ですとか無申告加算税っていうのは、本来納めるべき税額かける税率でしたよね。まあ、その金額を追加で納めてくださいというものなんですけども、そもそも税額が発生していない場合は、この追加の納付がないということになりますよね。つまり税額がゼロという方は、延滞税無申告加算税がかからないということになります。まあ、さらに青色申告を行っていない方は、特別控除額が減らされるということはないですよね。つまり白色申告の方はその面で影響がないということになっております。まあ、ただ注意していただきたいのはですね、確定申告書が未提出の場合はですね、例えば納税証明書が取れなかったりですとか、場合によっては不動産に関する契約を行ったり、それから融資を受けると、まあそういったことができない場合がありますので、その点は十分注意してください。まあ、つまり税金以外の面で損をしてしまう可能性があると、まあそういったところも考慮に入れた方がいいというふうに思います。続いて、期限後申告であった場合でも、申告しない場合と比較して得するケースというのがあるんですね。それを今回は4つですね、説明したいと思います。まず1つ目なんですけども、確定申告によって納税は発生せず、逆に還付を受けられるケースというのがあるんですね。まあ、それはどういう場合かということなんですけども、あなたが受け取った、まあ、給与ですとか報酬があった場合ですね、その給与ですとか報酬から所得税が源泉徴収されている場合で、あなたの1年間の所得をもとに計算された税額がですね、その源泉徴収された金額よりも少ない場合は、源泉徴収された税金というのは税金の前払いなので、あなたは税金を払いすぎているということになるんですね。よってそういった場合は、確定申告をすることによって税金の還付を受けることができるということになっております。税金の還付を受けるための確定申告、これを還付申告というふうに言ったりするんですけども、まあ、還付申告を行えば税務署からですね、税金を取り戻すことができるということになっております。では源泉徴収されていたかどうか確認する方法ですね、見ていきたいんですけども、あなたが給与をもらっていた場合ですね、まあ、その支払い者から発行される源泉徴収票を見ればわかるんですね。源泉徴収票の右上の方ですね、源泉徴収税額という欄に金額が入っていれば、あなたに支払われた給与からはですね、源泉税が控除されていたということになります。一方で、あなたが報酬をもらっていた場合ですね、まあ、フリーランスなどで仕事をしている場合で、源泉徴収されて報酬をもらっていたといった場合ですね、で支払い者からですね、支払い調書という書類が発行されることがあるんですけども、そこを見ればですね、わかるんですね。まあ、源泉徴収票と似てるんですけども、支払い調書の源泉徴収税額という欄に金額が入っていれば、あなたへ支払われた報酬からはですね、源泉税が控除されていたということになっております。まあ、ただ報酬といってもですね、全ての報酬に関して源泉所得税が控除されるわけではないんですね。まあ、あなたが個人で仕事を行っていて、一定の種類のですね、業務に該当する場合に源泉税が控除されるということになっております。まあ、典型的にはね、原稿料ですとか講演料、それからデザイン料とか、そういったものになりますね。それから個人へのですね、事業に対する報酬の支払い、そういった報酬からも源泉税が控除されるということになっております。まあ、このあたり、どの報酬からですね、源泉税が控除されるかということに関して細かい規則があるので、まあ、ちょっと分量が多くてですね、なかなか目を通すのが大変かと思うんですけども、参考までにですね、下にページ貼っておくので、気になる方はそちら確認してみてください。ただ場合によってはですね、支払い者から支払い調書が送られてこないこともあるんですね。まあ、その場合には、あなた自身で源泉徴収税額を把握して確定申告書に反映すると、まあ、そういったことが必要になります。まあ、わからなければですね、その支払い者に問い合わせた方がよろしいかと思います。
続いて期限後申告をすることによって得するケース2つ目なんですけども、まあ、これはですね青色申告を行っている方が前提なんですけども、事業所得ですとか不動産所得などが赤字の場合ですね、その赤字については将来3年間にわたって繰り越すことができるんですね。その赤字を純損失というふうに言うんですけども、将来3年間にわたって繰り越せる制度、これを純損失の繰り越し控除というふうに言います。そして損失が発生した年度にですね確定申告を行って、その後連続してですね確定申告を行っていれば、将来の所得が発生した年度にですねその繰り越された損失を当てて相殺してですねあなたの所得税を減らすことができるということになっております。でこの規定なんですけども、ここ勘違いしてる方多いんですけども、期限後申告でも認められてるんですね。まあ、以前は期限内申告が要件だったんですけども、まあ、だいぶ前なんですけどもね、平成23年以降にですね税制改正があって、期限後申告でも純損失の繰り越し控除認められるようになったということですね。よってここは覚えておいた方がよろしいかというふうに思います。続いて期限後申告をして得するケース3つ目なんですけども、これは株取引を行っている方の話になります。具体的には証券会社にですね口座を開設していて、上場株式などの取引を行っている方ですね。で、ある年の上場株式等のですね損益が赤字だった場合、つまり1年間を占めてですね株で譲渡損となった場合ですね、確定申告をすることによってその譲渡損失をですね将来3年にわたって繰り越すことができるんですね。まあ、これは先ほどのですね純損失の繰り越し控除と似てるんですけども、3年間にわたってですね繰り越し控除をして、その3年以内に発生するですね株式の譲渡益と相殺することができるということになっております。ちなみに上場株式等のですね譲渡損失は上場株式等の配当所得とも損益通算することができます。そして期限後申告によって得するケース4つ目ですね、これは今話した株取引と似ているんですけども、上場株式等の譲渡損同様ですね FX についても損失が出た場合は将来3年間にわたってその FX の損失を繰り越すことができるということになっています。そしてこれも期限後申告でも認められるんですね。そのあたり期限後申告だと認められないというふうに思い込んでる人が多いので、期限後申告でも認められますよというところを覚えておいていただければというふうに思います。以上得するケース4つですね。まあ、1つ目が確定申告によって還付を受けられる場合、2つ目が青色申告を行っていて純損失が発生した場合、それから3つ目がですね上場株式の株取引を行っていて1年間通算したら譲渡損失になった場合、それから FX を行っていて1年間通算して損失となった場合、その4つがですね期限後申告が可能で期限後申告をすべきというケースになります。ちなみにコロナ禍でですねそもそも期限後申告ではなくて遅れたとしてもですね期限内の申告を行ったとして受け付けてくれる場合があるんですね。まあ、それはコロナによってですね影響を受けたと仕方なく期限後申告になったという事情が必要なんですけども、個別延長の承認を受けることによって期限内の申告として扱ってくれるケースがあります。そのあたり過去動画でも解説しているので、下にですね URL 貼っておくので見ていただければというふうに思います。以上ですね期限後申告によって得するケース見てきたんですけども、最後に注意点ですね2つ解説したいと思います。まず1つ目なんですけども、そもそも確定申告の必要がない方について還付申告を行う場合には、その年の翌年の1月1日から5年間に限って行うことができるんですね。よって5年を過ぎてしまうと還付申告できなくなるので気をつけていただければというふうに思います。まあ、例えばですね平成28年分については今年令和3年の12月31日までに還付申告をする必要があるということになっております。そして注意点2つ目なんですけども、先ほどお話ししたことに関連するんですけども、今期ですね上場株式等の取引で黒字が出た場合ですね、一方で過去の上場株式等の取引で損失が出ていた場合ですね、損失の繰り越し控除によってですねその過去の損失と当期の利益を相殺することができるんですけども、その場合ですねあなたが証券会社にですね特定口座という口座を開いていて、かつ源泉徴収ありの口座を開設しているということが前提なんですけども、ちなみに特定口座というのはあなたに代わって証券会社が株取引配当などの損益を計算してくれるものと
というものなんですね。まあ、おそらくほとんどの方が特定口座を開設していることと思います。まあ、さらに多くの方はですね、源泉徴収ありを選択していることだと思うんですけども、この源泉徴収ありの特定口座については、確定申告を行う必要がないんですね。まあ、つまり、源泉徴収ありの特定口座を開設している場合は、証券会社などがですね、あなたに代わって税金の計算をしてくれて、税金を源泉徴収してあなたに代わって国に納税してくれていると、こういったことになるんですね。で、その場合にあくまでその源泉徴収されている金額っていうのは1年間単年度の損益を前提としておりますので、過去から繰り越されたですね損失と相殺すると税金を納めすぎということになりますよね。よって確定申告をすることによってその税金を取り戻すことができるということになっております。ただその場合に気をつけなければならないのは、もともとその源泉徴収ありの特定口座は確定申告をしなくても良いんですね。まあ先ほど述べた通り、あなたに代わって証券会社がですね税金を納めてくれているので、ただ過去から繰り越された損失と今年のですね利益を相殺することによって税金の還付を受けるとした場合は、確定申告をすることによって当然所得が増えてしまいますよね。まあ例えば当期がですね譲渡益50万円だったとしましょう。一方で繰り越された損失額がですね10万円だったとした場合は、50万引く10万で40万の所得が確定申告をしない場合に比べて増えてしまうということになりますよね。で、この場合に2つ問題が出てくるんですけども、その合計所得金額が増えることによってですね、例えば配偶者控除などが受けられなくなってしまう可能性があるんですね。まあ、つまりその分税金がかえって増えてしまうということも考えられるんですね。まあ、具体的には合計所得金額がですね1000万円を超える方は配偶者控除を受けられなくなるということなんですね。よってそういったデメリットが発生する可能性があるということになっております。そしてもう一つなんですけども、まあ、これは国民健康保険に加入している方限定のお話なので、まあ、社会保険の方はですね気にしなくていいんですけども、国民健康保険料っていうのは所得金額をもとに計算されます。そして所得金額が増えれば当然国民健康保険料も増える可能性があるんですね。よって源泉徴収ありの特定口座について確定申告をすることによってですね、過去の譲渡損と相殺して税金の還付を受けたとしても国民健康保険料が増える可能性があるんですね。まあ、つまり税金を取り戻したとしても保険料が増えてしまうケースがあると、まあ、そういった厄介な場合があるんですね。ただこれについてはですね、回避をすることもできます。どのように回避するか、まあ、それは住民税の申告を別途行うわけですね。あくまで所得税っていうのは国税の申告なので、住民税の申告とは本来別のものなんですね。ただほとんどの方はですね住民税の申告を行わないので、所得税の確定申告の結果がそのまま住民税の計算の基礎になると、まあ、そういった構造になってるんですけども、住民税のですね確定申告を行う際に特定口座についてですね申告しないということを選択することができるんですね。まあ、つまり所得税では特定口座申告して、住民税では申告しない、そういった選択も可能なんですね。で、これにより住民税の計算の元となるですね所得の増加を防ぐことができるということになっております。国民健康保険料はその住民税の基礎となる所得を元に計算されるので、それによってですね確定申告において所得が増えたとしても住民税については所得の増加を防ぐことができて、国民健康保険料の増加を防ぐこともできるということになっております。まあ、ちょっとねこのあたり難しいかもしれないんですけども、まあ、何度かですね、まあ、じっくり確認していただいて理解していただければというふうに思います。まあ、ちなみに特定口座について申告不要を選択する場合は書類の作成が必要となっております。まあ、詳しくはあなたがお住まいの市区町村の役所のホームページを見ていただければというふうに思います。まあ、または市区町村の窓口に問い合わせていただければ教えてくれるかというふうに思います。まあ、参考までに品川区のですね申告書下に貼っておきますので見ていただければというふうに思います。今回の内容は以上となります。今年確定申告をしなかったよという人も、場合によっては期限後申告でも得するケースがあるので、ご自身が該当していないかぜひ確認していただければというふうに思います。今回の内容が少しでも役に立ったなという方は高評価をお願いします。チャンネル登録がまだという方もぜひチャンネル登録をお願いします。また質問やこのチャンネルで詳しく解説してほしいことなどありましたら、ぜひコメント欄にてコメントいただけると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。